ごちそう。ごちそう。お疲れ様です。スジャとタスピのお料理チャンネルのお時間がやってまいりました。今日はラム酒を飲んでます。私がラム酒を飲むと、飲むとデザート系。そうですね。うちのリスナーさんが子供向けの料理を簡単なやつって言ってたから、ちょうど動画を見てた時にムツキさんがズボラアップルパイ、ズボラアップルパイというのを出したんですよね。それパクっちゃおうと思って作っていきますね。クッキー、生地を三つ編みにしました。オーブンで入れていきましょう。卵黄を塗っていきましょう。チャンネル登録よろしく。